今回展示してあるのはレイアウトといってですね、アニメーション映画を作るときに脚本絵コンテっていうのに、作業を進めていって、それをもとに CG の設計図を描くんですね。これがレイアウトと言われているものです。見ていただければ分かるんですけれども、実際の映画とほとんど変わらない状態が、もうレイアウトという段階で描かれています。これが全て、鉛筆で、紙の上に描かれているということで、非常にその監督が思っていることにより完成した映画よりも近い状態の映画が見られると。なかなか普通は制作資料で、昔は描いたレイアウトはみんな破棄してたんですけども、ある時期からジブリも保存を始めて、また昔の作品はいろんな人に声をかけて集めて展示するものなので、なかなか見ることのできない貴重なものが見られると。一応全体で1300点のレイアウトが展示してあります。レイアウトというのはですね、簡単に言うと画面の設計図で、その設計図をもとにキャラクターはいわゆるアニメーターが描きます。でそこに書かれている背景の部分は美術が描きます。以前はアニメーターが描いていた動画が上がってから美術が描かれるというシステムを捉えてたんですけれども、そのレイアウトを描いてそれをコピーしてですね、2部アニメーターの方と美術の方に分けて作業を進めることによってですね、同時に作業を進行できるっていう利点があります。そういう利点のためと、あとはレイアウト段階できちっとした絵を決めておけば、それ以降の作業が多少こう力量の低い人がやったりとかしたとしても、ある一定以上のクオリティを保つことができると。大体その2つの理由によってレイアウトというのが書かれるようになりましたね。まずは普通のいわゆる紙の上にですね、皆さんがよく使う普通の鉛筆、色鉛筆で描かれた絵であると、その辺日常的に使うことのできる筆記用具によって、これだけの絵を描けるということを見てほしいのと、あとはですね、一枚一枚誰が描いたというふうには明記してませんが、かなりの量を宮崎駿自身が描いています。いわゆるその完成画面というのはありとあらゆる人の手が加わってようやく映画を完成するんですけども、いろんなことを考え始めた宮崎駿の脳に一番近い状態の絵が間近で見ることができるっていうのは非常に面白いんじゃないかなというふうに思ってます。それは先ほど言ったんですけれども、やっぱりテレビの現場というのは非常にスケジュールが限られていると。でそのスケジュールが限られた現場で、高田監督はやっぱりクオリティを維持するっていうことに非常に注意を払う監督なので、ある一定以上のクオリティを保つためには、レイアウトをきちんと書いて、それを数多くの人に、そのカットカットを別なスタッフに書いてもらう。でその時にレイアウト段階できちっと決めていれば、ある一定以上のクオリティが保つことができると、そう考えて、要するに一番絵のうまいやつは誰だという時に、宮崎駿が一番絵がうまいと。じゃあ彼に全カットのレイアウトを描いてもらって、それであるクオリティを維持しようというふうに高田さんは考えたんですね。そこでレイアウトシステムというのが出来上がるんですけども、やっぱりこれは宮崎駿の才能がなければ多分こういうシステムは取ることができなかったんだと思うんですね。貴重なものはみんな貴重というか、宮崎駿の描いたものはやっぱり絵が非常にうまくてずぬけてる感じがするので、なかなか誰が描いたというのは描いてないので分かりづらいんですけれども、やっぱり千尋のコーナーはかなり7割ぐらいは宮崎駿が自分で描いているので、千尋のコーナーは数多いですから、そこでじっくりとレイアウトを見てもらうのが一番で、レイアウトにそれ以降の作業のスタッフに対する送り書きっていうのも書いてあるんですね。美術の人に、やっ
っぱりレイアウト段階ではなかなか後ろのバックグラウンドの植物の種類がわからないとか、そういう時に、まあ、美術監督さんを名指しして誰々さんよろしくとかですね、まあ、そういうそのあとは若者に対してここはこうするんだとか、そういう送り書きも会場内ところどころに翻訳したものも入れてますけれども、そういうなんかいろいろ書いてある文字なんかも本当は分かっていただけると面白いなと思います。三鷹の森ジブリ美術館はですね、まあどちらかというと資料を見るというよりも宮崎駿が作ったその建物自体を楽しむっていうタイプの作品というか、まあ、建物自体が作品のようなものなんですけれども、そこの空間の中に入って空間を楽しむということが一番面白いところだなというふうに思っています。でこの展覧会はやはりアニメーションを作る上で書いた資料っていうのを見る展覧会なので、まあ、両方見ていただくのが一番楽しいかなというふうには思います。高畑監督っていうのは自分で絵を描かない監督なんですね。ただ絵を見る力っていうのはすごい力を持ってまして、だから若い頃からですね、高畑さんはやはり自分の映画を作るためには宮崎駿の絵を描く力というのが必要だろうと、それはやっぱりいち早くもともといた会社の中でいち早くそれを見抜いてですね、まあ宮崎駿も描きたい絵はある、いろんなシーンを描いてみたいけれども、やっぱりそれをまとめる力というのはまだ当時なかったんですね。でその自分の持っている力を一番きちんと使ってくれるのが高畑勲だったと。だからお互いの非常にこう欲求みたいなものがうまくかみ合って、2人で協力して映画を作っていったという、まあ、最初はやっぱりそういう形でしょうね。やっぱり高畑勲、宮崎駿がアニメーションを始めた時というのは、まあ、手書き以外なかったですから、だから手書きのアニメーションをずっと作ってきて、まあ、あえて、そこで技術を高めたものをですね、デジタルに移行する意味はあまりないというふうに判断したんだと思うんですね。で、まあ、スタッフも手書きに慣れてますから、それで、まあ、ある時間をかけてあるクオリティのものを作ってるスタジオで、まあ、あえて今デジタルに移行する理由はなかったと、まあ、単にそういうことだと。手書きのアニメーションかデジタルのアニメーションかっていうその違いっていうのは、なんていうか、まあ、監督の力量によって僕は違うと思うんですね。要するにいい監督が面白い話を作ればデジタルだろうが手書きだろうが面白いものは面白いと。別にジブリが手書きのものを作ってるからといって手書きが必ず優れているとかそういうふうには思ってないですから、例えばいい作品を作れば手書きだろうがデジタルだろうが面白いものは面白いと。やっぱりこの職種を選ぶきっかけになったのは本当に14歳の頃に見た宮崎監督の未来少年コナンというテレビシリーズがあったんですけど、それが一番印象に残ってて、まあ、その後宮崎駿高畑勲の作品はやっぱりずっと追いかけて大人になり、仕事もそれを選んでしまったという形なので、まあ一番最初の未来少年コナンは非常に印象に残ってます。まず香港で行われるきっかけというのはやっぱり香港というのは、まあ昔からジブリの作品、高畑宮崎の作品を非常に多く見ていただいている場所だということで、まあ、やっぱりアジア圏の中ではいくつか候補地があって、やっぱり香港を外せないだろうというところもあり、またショップが一応ジブリの公式ショップが香港に、オープンして、そこも非常に盛況だということで、まあ映画の配給、そういうショップ、いろんなところと力を合わせて、もちろん美術館もいろいろ協力していただきましたが、それでここでやろうということを決めたんですね。やっぱり苦労した点というか、まあ、美術館自体が非常にしっかりした美術館で、いろんな協力体制が敷かれていたので、
まあ、個々の苦労というのはいろいろあるんですけども、非常にスムーズに気持ちよく作業ができたので、それは非常に良かったなと思います。